はいよー、スニーカー TV チャンネルです。はい、今日もスニーカーのレッスン編ということでお届けいたします。はい、静岡先生です。はい、よろしくお願いします。はい、今日は形容詞の味編ですね。はい、はい、私たちスリランカの料理を食べて、まあ、美味しいだったりとか甘いとか辛いとかね、感想をいろいろ言いたい時ってあると思うんですけど、そういう一言をねシンハラ語で言えたらいいなということで今日はご紹介したいと思います。はい、では早速いきたいと思います。はい、美味しいはこれはねよく使いますね。ラサイ、はい、ラサイですね。美味しいはラサイと言います。ではちょっと似てる言葉なんですけども、辛いという言葉です。辛いのことは辛いと言います。さとよりもさとせの中間音ぐらいですね。辛いっていう感じで発音的にはね。そうですね、はい、スリランカの料理は辛いですね。辛いですね。はい、でもそれがラサイですね。ではその逆、辛いの反対の甘い、これもよくありますね。そうですね、甘いの結構食べますから、ね、辛いか甘いかどちらかみたいな感じですけど、ぼんやりした味ってあんまりなくないですか。うん、そうですね、はっきりと辛いかはっきりと甘いかっていう感じだと思うんですけど、すね、甘いのことはペニラサイと言います。ペニラサイ、はい、ラサイはさっきのとラサイと同じ綴りのところで、パーツ的には同じ綴りが入ってます。うん、はい、酸っぱい、酸っぱいってありますか、スリランカで。酸っぱいありますよ。酸味の効いたものを結構使うじゃないですか。タマリンドだとか、はいはい、ゴラカとか、酸っぱい料理を結構食べるんですよ。はい、でそれなんかカレーも辛いもあり甘いもあり酸っぱいもある、はい、でもそういうのを混ぜながら楽しむのがスリランカカレーなんで、はい、そうです、酸っぱいも覚えておかないと。酸っぱいのことをアンブルイと言います。アンブルイ、あのアンブルティエルの、知らないです。何ですかアンブルティエルって。はい、アンブルティエルってあるじゃないですか、魚の娯楽に。あれはアンブルから来てるんですね。そうなんですね、ちょっと私には知らないワードでした。アンブルティエルって言うんですか。アンブルティエルって料理あるじゃないですか。多分知らないで、ね、食べてるんだと思うんですけど、ね、食べてますよ。それのアンブル、じゃあ酸っぱかったらそのアンブルかもしれないですね。で、はい、アンブルと言いますね。はい、よくみんな果物食べた後にアンブルとか言ってます。うん、はい、では次ですね、しょっぱい。しょっぱい、これもありますね。そうなんですね。で特にねスリランカの方は塩をちょっと多めに入れるんですよ。うんうんうん、しょっぱい味が好きみたいですね。そうですね、やっぱ辛さに負けない味付けをしようと思うと結構きつめにお塩を入れないと味しないかもしれないですよね。だから日本人的にはちょっと塩がきついなっていうのもですね、ローカルの食事に対してあるんですけどね。そうですね、その時のしょっぱいのことをルヌラサイと言います。ルヌラサイ、はい、ルヌは塩です、ね、そうです、そうです、ルヌは塩ですね。まあ、塩味でしょっぱいってことですね。はい、日本のスリランカ料理屋さんとか行くとこうバランスよく盛り付けられてると思うんですけど、実際のスリランカの家庭料理とかだとご飯多めのカレーちょっとなんですよね。だからカレーしょっぱめなんだろうなって私は思ってます。バランスが全然違うじゃないですか、日本の見るスリランカ料理と現地で見る料理。ほんとご飯ドーンにちょん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 っていう感じで、うん、いっぱい食べますから。そうですね、ご飯があの一番安いんですよね。ルヌラサイでした。ルヌラサイ、はい、では次ですね、苦いのことをティッタイと言います。ティッタイ、ティッタイ、これも何気に使っている感じですね。そうね、ティッタイ聞くよね。聞きます、聞きます。アーユルヴェーダのお薬とかティッタイですね。ティッタイは苦い、苦いですね。はい、それぞれですね、例えば苦すぎるとかしょっぱすぎるとか、うん、辛すぎると言いたいときは、例えばこのセライだったらイを取ってレディー、多いというレディーをつけてセラレディーと言います。はい、もしも甘すぎるだったらペニラサレディーですね。もしもしょっぱすぎるだったらルヌラサレディーという言い方になります。はい、では最後、けど味ではないんですけど、わあいい匂いと言いたい時ですね。はい、美味しそうって日本語で表現する言い方に一番近いのはこの言い方だと思うんですけど、うん、スワンダイと言います。スワンダイ、うん、はい、こう日本って美味しそうって言うんですけど、これに似たシンハラ語ってあんまりこうしっくりくるのがなくてですね、美味しそうってこのラサイと組み合わせていろいろ言ったりもするんですけど、一番私が現地で聞いたのはスワンダイでしたね。
において美味しそうということですかね。はい、なので美味しいカレーとか美味しい紅茶とか飲んだ時にはぜひですねこの味を感想で言ってみてください。ね、甘すぎるとかね使うんじゃないですか。はい、ぜひ美味しいところをね言ってあげてほしいですし、うん、すごい喜ぶと思います。ラサイって言ってたらね。で、あとは硬いとかね、うん、熱いとか、うん、そうですね、次回また、はい、また機会がある時に参りましょう。はいはい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。また勉強していきましょう。ありがとうございました。おい